ちっちゃくてかわいい。なんかここね、ここがすごいただれてるんですけど、ただれてるっていうのかな、なんかちょっとした肌荒れみたいになってて、なんかちょっとあまり見栄えが良くないのでシール貼っていいですか。ここちょっと一日中シール貼ってあるんですけど、あんま気にしないでください。今日なんですけど、最近自分の中でやらなきゃいけないことを後回しにしてきてて、なんか今日それがなんかすごい嫌だなと思ったんですよ。その溜めてること自体が。今日で全部終わらせようっていう日です。だからもう今日は完璧に過ごすって決めた。やりたくないことも全部やる日。応援します、自分を。あと部屋の掃除、もう最近もうほんと荒れすぎてるから、もう全部もう今日は一通りやる日にします。なんかこれね、二の腕すごい太く映る。やだ。いじめだ。今ご飯を食べてきて、まだ半分学校の課題が終わったんですよ。けどなんか今日のトゥードゥーリストが私がやりたくなくて後回しにしてきたものしかないリストなので、一旦この課題はちょっと放置しようかなって。今から部屋の掃除をしようかなと思います。夕方の4時40分なんですけど、5時からズームがあるので、ちょっと急いで床のモップ掛けみたいなやつをやります。会議の前に終わらすことができました。部屋が綺麗になると気持ちがいい感じになります。
なんだろう、一回ね汚くなっちゃうともうずっと汚くしちゃうので、もうほんと綺麗にする時間を設けないと、ほんとにもうずっと汚いんですよね部屋。そう、でも今はもう綺麗になった、最高。ズームのリモートでちょっとお話があるので、それを聞いてちょっと何時間ぐらいかになるかわかんないんですけど、それが終わったらちょっと買い物に行きます。今ズームが終わったんですけど、画面に夢中になってたら真っ暗になってました、部屋が。お支払いとお買い物に行こうと思います。お疲れ様でした。じゃあチェック、カチンと。レジへどうぞ。失礼いたします。お客様控えです。ありがとうございます。今は夜ご飯を食べてきて、学校の宿題と書かなきゃいけないことがあって、それをやろうかなと思うんですけど、1時間以内では終わらせたいんですよねこれを。けど絶対に終わんないの。そう、だから嫌なの。だからやりたくないの。これシール変えました、お花からイチゴに。編集します。編集を開始して4時間が経ちました。じゃーん、今は3時13分です。今ちょうど半分いくかいかないかぐらいまで終わったところなんですけど、もうちょい頑張ってお風呂に入って寝ようかと思います。おやすみ。イエーイ、カレンとタコです。久しい。今日はタルト食べ放題に来ました。今日は皆さん目標はいくつですか？80個。じゃあ120個です。ねえねえ待って、これ箱つきそうじゃない？チーズのタルト。もう超狙って、ね、うんうん、いいよ。すごい。これ2個まで。ありがとう。ごめん。イエーイ、美味しそう。意気込みどうですか？いっぱい食べます。いっぱい食べます。夜ご飯の分まで。え、なんかこれ難しい。あー、乾杯。いただきます。いただきます。うん、結局学校であれだ。しかもさ、カレンとさ見てさ、通学路ほとんど一緒だったからさ、遅刻組の時いつも会うの。貧困観光。ギリギリだな。そうなんだ。もっと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 。チーズタルト、よかったね。ずっとね、食べたかったんだよね。ピンにも行く。いただきます。これ絶対美味しい。美味しい。あ、おしゃれ。おしゃれ。多分2時間ずっと食べてたよね。ごちそうさまでした。こんにちは。びっくりすんのやめて。またね。カレンちゃん久しぶり。さっきハコと同じことやった。またね。またね。バイバイ。